これでどうだ。よっしゃ。いや、あ、さて、感謝する。趣味に熱心なのはいいですが、一体どこまでこだわる気ですか？どこまでも終わりなき探求、それこそが陶芸の道ということだ。デュオハリム、まあ素敵なお皿ができたらきっとみんなで使えるからね。目的地に着いたわよ。拳は絶好調。魚影、今見えただろう。言葉を綿密に選んでみるといいんじゃないか。楽をさせてもらった。
たも片付けましょう。いくらでも相手になって。次行くよ。あなたなしの戦いは考えられない。本当よ、見てもさよなら。向かせ。私なら落とせる。この隙に。これは価値があると思うわ。あれが倒すべきだ。問題なさそうな相手だな。これで危険なズーグルはいなくなったな。あのティスビムの青年も花を摘みに来られるはずだ。よし、じゃああいつに教えてやろうぜ。そうね。そうね。ナザミルの情報はあまり得られなかったな。見方を変えれば厳重に隠蔽されて育ったということだ。ねえ、ヒルドリスケで働いていたという女性には情報共有しておいた方がいいんじゃないかしら。そうだな。こんな結果ではあるが、ナザミルのことを気にかけていたからな。見覚えのある景色は安心するな。そんな。すまない。いいえ。ああ、いいですね。さっきの女性もナザミルの母親がダナ人だとは知らなかったよう、ね、にそれ以前は隠して育てられ、
ヒルドリスケで働いていた一部の人しかナザミルを見かけたことがなかった。ナザミルが言っていた通りの生活、想像するだけで胸が苦しくなる。この場にナザミルがいたらすぐにでも抱きしめてやりたいな。ええ、次に会うことができたら私たちの気持ちもナザミルに伝えましょう。悩みがありそうな人を見かけました。旅は道連れ、世は情け。声をかけてみるか。ちょっと、ごめんね。よし。あのレナの女の子は何かありそうだったわね。子供であろうと誰でも秘密は抱えているものだ。とにかくあの子を探さなきゃ。誰かあの子のことを知っているかもしれないな。町にいる子供たちにも話を聞いてみよう。
あの子の居場所は分からずじまいだが、事情はなんとなく把握できたな。うん、レナ人なのに精霊力が弱くて仲間外れにされてたんだね。それでさっきの子がダナなのに精霊術の真似をしようとしたのが気に障ったんだろうな。ねえアルフェン、私考えたんだけど、レナのあの子、首飾り作りが得意だって言ってたよね。だからさ、仲直りのきっかけとして首飾りの素材を渡すのはどうかな。いいんじゃないか。自分の好きなものに寄り添ってもらえたら嬉しいからな。それにね、精霊力がどうとか、もうレナの価値観にとらわれないでほしいんだ。あなたの得意なことや好きなことで生きていいんだよって、そう教えてあげたいの。あ、その首飾りの素材と一緒にリンウェルの気持ちも届けよう。うん、そうと決まったらまずは素材集めだね。あのね、前に本で見たんだけど、ダナの首飾り作りに使われる素材なら私心当たりがあるんだ。よし、集め終わったらダナの女の子のところに戻ってさっきの話をしてみよう。周りと違うってすごく辛いよね。ナザミルも私もそうだった。だからこそあのレナ人の女の子の気持ちがわかる私が頑張らなきゃ。私もあの子の気持ちはわかるけれど、今回はリンベルが頑張っているから口は挟まないわ。それができるのもシオンがリンベルを信頼している証拠だな。やっと着いた。一息つけそうだね。どうよ。やった。レネギスでティオハリウムを熱心に慕っていたあの女性、今はペレギオンにいたんだな。彼女のように私を過剰に慕ってくれる者は時々いてね、しばしば握手などを求められる。私としては正直困るところではあるのだが、悪意がないだけに無下にもできなくてね。その尊敬の気持ちが結果的にダナとレナの偏見を超えて人助けにつながったんだもんな。レナ人としての常識よりも
キオハリムへの思いが勝ったってわけだ。すごい話じゃないか。喜ばしいことなのだろうな。少々複雑だが。やあ。どうかしら。二人とも相変わらずだったな。いろんな意味で。幸せそうでよかったわ。一年経っても新婚気分のままなんて素敵ね。いつまでも変わらぬ愛は、いつまでも。まあ、売借人になった甲斐はありますね。目的地に着いたわよ。ここは抜かせ。相手には困らないはずじゃないわ。この弾丸で解凍かせ。時の精霊に投げる。アントライフ交流連火さ。氷の槍よ。これは価値があると思うわ。
こは抜かせ。だがこの先の戦況は変わりうる。油断するなってことだね。取るに足らない相手だったわね。その調子なら休憩のみで食事は必要なさそうだな。強敵だったわ。すぐにでも栄養を摂取しないと。では良いところで食事としようか。気をつけろ、誰かいるぞ。ああ疲れた疲れた。みんな、準備はいいか？見覚えのある景色は安心するな。釉薬の素材を持ってきた。品質はどうだろうか。おお、素晴らしい。これなら間違いなくいい釉薬ができるぞ。じゃあこれでようやくティオハリムの理想のお皿ができるんだね。理想か。うん。どうしたの？彼の皿の美しさの理由を改めて考えていた。なぜこれほどに新鮮で魅力的に見えるのか。それは異国の素材たちが一枚の皿を介して融合し進歩しているからではないか。この皿はかつての壁ある世界ではたどり着けなかった新たな境地を
我々に見せてくれているのだ。つまり国から国へ行き来できる今だからこそ作れたお皿ってことだね。そう、いわば新しき時代の象徴ともいえよ。ティオハリム嬉しそうだね。うん、陶芸の新たな扉を開いた気分だ。創作意欲が泉のように湧いてくる。さあ我が手で作り上げてみせよう。新たな世界にふさわしい新たなる芸術を。よし、じゃあその気迫を土に込めてみな。焼くときは俺の釜を使えばいい。釜？そうだ。え？どうしたの急に。新しい世界にふさわしい新しい皿を作るとなれば、それにふさわしい新たな釜が必要だ。え？別に釜まで新しいのを用意しなくてもいいんじゃないかな。いや、芸術とは作り手のこだわりの末に生まれるもの。ここで妥協するわけにはいかん。そうなんだ。ちなみに釜を作る場合はどれぐらいかかるの？ざっと見積もって1年はかかろう。1年？まずは良い石を見つけねばな。今度はメナンシアで探してみるか。はあ、肝心のお皿はいつできるの？やはり釜の素材について彼からもっと話を聞いてみた方が良いだろうか。また今度にしてください。そのまま丸一日話し込んでしまいそうですから。もう怒らないのか、キサラ。怒って変わるものではなさそうだからな。それにティオハリムがこんな風に自分の好きなことに打ち込めるのは嬉しくも思えるんだ。ここまでは無事につけたな。
野宿も一人でないなら悪くないわね。次はこっちを手伝うぞ。ありがとう、お願い。小物に時間はかけてられないわ。ん？もう終わったのか。私には思いもよらない技だわ。それはお互い様さ。相手にする敵は大変ね。全力で行くぞ。相手には困らないな。氷の槍を勝ちないから。みんな炎を。そうなの拾ったぞ。足らない相手だったわね。その調子なら休憩のみで食事は必要なさそうだな。強敵だったわ。すぐにでも栄養を摂取しないと。では良いところで食事としようか。
一息つけそうだね。よし、行くぞ。どっちなさい。私の手が必要だ。攻防機敵に乱れが見えた。何とか行けそうだな。だが、気は見せるなよ。相変わらずの手際ね。ノッティオたちに渡す資材が揃ったわね。ああ、容赦しないわよ。まだ。よし、いい感じだ。問題なさそうな相手だな。あっちゃうぞ。おい、囲まれたか。あったため。まずない。水の力。よし、この勢いに乗って殲滅するぞ。え、早く終わりにして料理をまた教えてほしいわ。その時はまた教官と呼んでもらう。ん？もう終わったのか。見覚えのある景色は安心するな。どうだ。あの二人のようにお互いを思う前向きな力がこれからの世界には必要なのだろうな。つまり愛の力ということかしら。その言い方は少し直接的すぎないか。